日本サッカーリーグ、ま、あー三菱には名取という選手もいましてですね、親衛隊のもできておるんだそうですね。サッカー班も変わってまいりました。悪コンディションの中、国立競技場では日本リーグ前期終盤を迎えた藤田工業対三菱重工の試合が行われました。黄色のユニフォームが前期トップをいく藤田、赤いユニフォームが現在4位の三菱です。とにかく開始前から水たまりができている中、まあ珍プレー、ボンプレーが続出です。さてこの試合、三菱の5番ベテラン落合が日本リーグ最高の通算250試合出場を果たしていますが、その落合の反則からペナルティーキックを得た藤田が6番駒枝があっさり決めて先制点を取ります。しかしこの試合勝てば読売ヤンマーを抜いて単独2位となる三菱も頑張りました。38人は中央近畿から折り返したんですが、これで2対1ですね、1点差に追いついたわけであります。藤田は初失点になります。今シーズン初失点、そして藤田はまた点差を広げます。三菱が追い上げると藤田が跳ねのけると、そして三菱がまた押し込んで雨の中大熱戦になりました。3対2となりました。三菱が追い上げます。しかし4点目藤田が決めまして、カルバリオから出たボール上田が蹴り込んで4対2決定的な得点になります。これで藤田が三菱を下して勝ち点14で前期の首位を決定づけました。その他古川、藤田、新日鉄がそれぞれ勝っています。